こちらは懐かしい漫画などを紹介するちょこっと漫画チャンネルです。マニアックな作品もあるけどよろしくね。本日はアロヒロシ先生の若奥様の危ない趣味を紹介します。どんな漫画なの？アロ先生の作品らしく変態さんの多い作品よ。主人公は若奥様のマッドサイエンティストよ。アロ先生はすごくマッドサイエンティストが好きだよね。ふふふ、じゃあ紹介していくわね。よろしくだもん。主人公ミイカ、趣味はマッドサイエンティスト。ブラックホールのペットや歩くマイホームを作ってしまう。犬みたいなブラックホールは可愛いけど恐ろしいもん。おっと、マサヨシ、名前の通り正義の味方が趣味。夜な夜な欲求不満の吐け口にしてる。悪者もとばっちりだよね。ふふふ、ミイカは暇な時いつも研究室で何かを発明してる。ちなみに研究室も部屋の間取りに存在しない夜空間にある。マサヨシの悩みは夜の最中に妻がひらめくことである。一旦ひらめくと全てを放り出して研究を始める。蛇の生殺しだよね。欲求不満がかわいそうだもん。正義で発散するから良いのよ。ミイカの発明品も紹介するわね。四次元ベルト、下半身にエッチを任せておいて、上半身は研究開発をする。そういうもんじゃないだろ、夫婦の営みってさ。多分こういうことから浮気しちゃうんだろうね。切ないんだもん。ノーコメントです。泣き叫ぶ刺身とクローンの煮付け、美味しくても食欲がなくなるもん。ミイカの両親も変態さん。お母さんもマッドサイエンティスト。娘に成長促進剤を投与して成長させた。奥様の年齢は9歳。合法ロリなのかな。現実じゃないからいいのよ。ふふふ。妻はマッドサイエンティスト、夫は正義の味方。二人のすれ違う運命は。続きはぜひ本を読んでみてね。ネットでポチッとなのね。ネットカフェでもいいわよ。今日はアロヒロシ先生の若奥様の危ない趣味の紹介でした。どうだったかしら。楽しんでもらえたらいいねも欲しいわね。このチャンネルでは懐かしい漫画やちょっとエッチな作品を紹介していきます。よければ登録と高評価をよろしくなんだもん。紹介してほしい漫画もあればコメントもくださいね。ご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。ちょこっと漫画チャンネルでした。またね。